長期増強とは、化学シナプスの高頻度刺激の後に起きるシナプス結合強度の持続的増加のことである。長期増強の研究はよく、学習と記憶に重要な機関である海ウ馬ウのスライス切片を用いて行われる。このような研究では、細胞から電気生理学的記録が行われ、結果は上のようなグラフにプロットされる。このグラフでは、 長期増強が起きたシナプスと起きる前のシナプスにおける刺激に対する応答が比較されている。長期増強が起きたシナプスではそうでないシナプスに比べて刺激に対する電気的応答が強くなっている。長期増強という用語はシナプス強度の増加が他のシナプス強度への影響に比べて長期間持続するためにつけられた。神経科学の分野において長期増強は 神経細胞を同時刺激することにより二つの神経、細胞間の信号伝達が持続的に向上する現象である。神経細胞はシナプス結合を介して信号伝達しており、記憶はこのシナプスに蓄えられていると信じられているので、長期増強は学習と記憶の根底にある主要な細胞学的機構の一つであると広く考えられている。 長期増強と長期記憶には多くの共通点が存在するため、長期増強は学習の細胞学的機構の有力な候補となっている。例えば、長期増強と長期記憶は共に急速に開始され、新しいタンパク質の生合成に依存していて、連合性を持ち、何ヶ月もの持続が可能である。長期増強は、すべての動物に見られる比較的単純な古典的、 条件づけから人に見られるより複雑な工事の認知までの様々な種類の学習を説明する現象である可能性がある。シナプス伝達強度を増加させることで長期増強はシナプス前細胞とシナプス後細胞がシナプスを介して信号伝達する能力を向上させる。長期増強は脳の領域やその動物の年齢、種類などにより異なる複数の機構で成り立っている。 ことなどにより、その正確な機構は、完全に分かっているわけではない。現在最もよく分かっている、長期増強の形式は、シナプス前細胞から受け取られるシグナルに対する、シナプス後細胞の感受性の増加によって、信号伝達が向上するものである。このシグナルは、神経伝達物質の形で、シナプス後細胞の膜表面にある神経、伝達物質需要体に受け取られる。 長期増強は、多くの場合、シナプス5細胞の表面に、すでに存在する受容体の活動性を増加させるか、受容体の数を増加させることにより、シナプス5細胞の応答性を増加させる。長期増強は1966年に初めてテリエ、レモにより、ウサギの海まで発見され、それ以降多くの研究の対象となった。現在の長期増強の研究の大部分はこの、 現象の基礎生物学的理解に関するものだが、長期増強と行動学的学習の因果関係に関するものも存在する。さらに他にも、学習と記憶を向上させるために、長期増強を強化するような薬理学的手法などの開発も行われている。また、長期増強は臨床研究の対象にもなっている。例えば、アルツハイマー型認知症や、 薬物依存に関する研究がそれにあたる。19世紀の神経解剖学者のサンティアゴラモンイ・カハール。彼は記憶が神経細胞間の結合に貯蔵されると考えた。19世紀の終わりに、科学者の間では成人の脳にある脳細胞の数が年齢に従って大きく増えることはないことが一般的に知られており、記憶は 新しい神経細胞が生まれることにより生じるわけではないと考えられていた。このことから新しい神経細胞の形成を仮定することなしに記憶の形成を説明する理論が求められていた。スペイン人の神経解剖学者のサンティアゴラモニー、カハールは新しい神経細胞の形成を仮定せずに学習のメカニズムを提唱した最初の人物である。 1894年のクルーニアン講義において彼は、すでに存在する神経細胞間の信号伝達効率が向上することにより、神経細胞の結合が強化されることで記憶が生じると提唱した。ドナルド・ヘップにより1949年に提唱されたヘップの法則は、カハールのアイデアに応えるものであり、神経細胞は新たな結合の形成や、 代謝の変化などにより、その信号伝達能力が向上するとした。これらの記憶形成の理論は現在では確立している。ものの、当時は注目されることは少なかった。19世紀後半から20世紀前半の神経、科学者と心理学者間で、動物の学習の生物学的基盤を解明するのに、必要な電気生理学手法が、まだ確立していなかったためである。 このような手法は20世紀後半に成立し、ちょうどその時期に長期増強も発見されたのであった。長期増強は、うさぎのみ馬で初めて発見された。人では、海馬は側頭葉内側部に存在する。この図は、人の脳を下側から見たもので、海馬が赤く示されている。この図では、前頭葉は上側に、後頭葉は下側に示されている。 長期増強は、テリーエ・レモにより1966年に、ノルウェーのオスロにあるペール・アンデルセンの研究室で、初めて発見された。レモはマスイカのウサギの短期記憶におけるウミウマの、役割に関する電気生理学実験を行っている、ところであった。会話の有効出路と市場界の密の部分の、神経結合を取り出し、レモは、有効出路の刺激によって生じる市場界の電気。 生理学的変化を観察した。レモの予想通り、シナプス前繊維である、有効出路繊維の単一パルス刺激を行うと、市場界のシナプス5細胞集団に、興奮性シナプス5電位が起きた。しかしレモが予想もしなかったことに、シナプス5繊維に高頻度刺激を行うと、上で示したようなシナプス5細胞集団の単一、パルス刺激に対する応答が、 長期にわたって向上した。このような高頻度刺激を行った後の単一パルス刺激に対するシナプス後細胞集団の興奮性シナプス後でには強く持続性のあるものであった。高頻度刺激によってシナプス後細胞集団の単一パルス刺激に対する応答性が長期にわたって向上する。この現象は、はじめはロングラスティングポテンチャチオンと呼ばれていた。 アンデルセンの研究室に1968年に加わったティモシー・ブリスは、レモと共同で1973年に、ウサギの海馬における、ロングラスティングポテンチアチオンの特徴を初めて述べた論文を発表した。さらに、ブリスとトニー・ガードナー・メドウィンは、覚醒時の動物においてブリスとレモが発表したのと、同様なロングラスティングポテンチアチオンが起きるとする論文を発表した。 1975年にダグラスとゴダールはそれまでロングラスティングポテンチアチオンと呼ばれていた現象を長期増強と呼ぶことを提唱したアンダーソンはロングダームポテンチアチオンの当時語である LTP が発音しやすいことからロングダームポテンチアチオンという故障を論文の著者たちに勧めたとされている。ウサギの海馬における最初の発見以来長期増強は大脳皮質。 小脳、変桃体などの様々な神経構造で見つかっている。長期増強の代表的な研究者の一人である、ロバート・マレンカは、長期増強は哺乳類の持つすべての興奮性シナプスで起きているとしている。異なる脳領域では、長期増強の形も異なっている。神経細胞間で起きる長期増強の種類は、多くの要素に依存している。その要素の一つとして、 長期増強が観察される時の生物の年齢がある。例えば、未成熟なウミウマの長期増強の分子機構は、大人のウミウマのそれとは異なっている。また、特定の細胞が用いる、信号伝達経路によっても異なる種類の長期増強が起きている。例えば、ある海馬の長期増強には無駄がタグルタミン酸、受容体によるもの、代謝調節型グルタミン酸受容体によるもの、 さらに全く別の受容体によるものがある。長期増強に寄与する様々な種類の信号伝達経路と、この様々な経路の脳における幅広い分布は、神経細胞間で起きる長期増強の種類が、長期増強を観察する脳の部位によって一部異なっていることの理由になっている。例えば、会話にあるシェファー即死経路で起きる長期増強は無駄ガタグルタミン酸受容体。 依存性である一方、コケ状繊維経路における長期増強は無駄型グルタミン酸需要体、非依存性である。導入が容易であることから、会話の CA1 における長期増強は哺乳類の長期増強研究の基本的なものになっている。特に大人のウミウマの CA1 における無駄型グルタミン酸需要体依存性長期増強は最も広く研究されている。 長期増強である。従って、本記事でも、この種の長期増強について、主に解説する。無駄型グルタミン酸重要体依存性長期増強は、主に入力依存性、連合性、共同性の3つの特性を示すとされている。特に、ブルース・マクノートンは連合性と共同性の違いは、語義の問題に過ぎないとしている。長期増強は、 神経系の至るところで様々な気候によって起きる。したがって多くの種類の長期増強のすべてを統一して説明するような単一の気候というものは存在しない。しかし研究のために長期増強は一般的に短期増強、前期長期増強、後期長期増強の順番に起きる3種類の段階に分けられる。短期増強についてはまだよく分かっていないため、 ここでは解説しない。長期増強のそれぞれの段階は、その段階を指令するメディエーターと呼ばれる小分子によって支配されている。これらの分子の中には、細胞外の出来事に応答するタンパク質受け容体や細胞間の化学反応を実行する構想、5つの段階から次の段階への進行を行うシグナリング分子などがある。これらのメディエーターに加え、メディエーターと 相互作用して、長期増強を最終的な形へと調整する、調節分子が存在する。調節分子に関しては、後で解説する。前期長期増強と後期長期増強はさらに誘導、維持、発言の3種類の出来事に分けられる。まず誘導とは、長期増強の、その段階が始まる引き金となる、短期間のシグナルの処理のことを示す。次に維持とは、 誘導に対する応答として起きる持続的な生、科学的変化に相当する。最後に発言とは維持シグナルの活性化の結果として起きる長期持続性の細胞変化のことを示す。したがって長期増強の機構について前期長期増強と後期長期増強の誘導、維持、発言におけるメディエーターの観点から解説を行う。前期長期増強の一つのモデル。 タンパク質の生合成から独立している。CA2、カルモジュリーニ依ゾンプロテインキナーゼ2は、長期増強のタンパク質性合成非依存性、過程である前期長期増強における重要なメディエーターであるとみられている。誘導前期長期増強の誘導は、シナプス5細胞内のカルシウム濃度が指揮値を超えた時に起きる。多くの種類の長期増強において、 カルシウム濃度変化にはダガ型グルタミン酸、受容体が必要とされるので、これらの種類の長期増強はダガ型グルタミン酸、受容体依存性であると考えられる。ダガ型グルタミン酸受容体依存性長期、増強のはつの神経細胞間の欠乏に対して、高頻度刺激を数回行うことで、実験的に誘導することができる。通常のシナプス伝達を理解することにより、 どのようにしてこのテタヌス刺激により、前期長期増強の誘導が起きるのかが説明できる。化学シナプスは、神経系の至るところに存在する神経、細胞間の機能的結合である。一般的なシナプスでは、情報は、シナプス前細胞からシナプス伝達と呼ばれる過程を、経て、シナプス後細胞へと伝えられる。実験操作において、シナプス前細胞に、 パルス刺激を行うと神経伝達物質がシナプス項膜へと放出される。放出されたグルタミン酸はシナプス項膜に埋め込まれているアンパ型グルタミン酸受容体に結合する。アンパ型グルタミン酸受容体は脳にある主な興奮性受容体の一つで、その時々の急速な興奮性活動を引き起こす。グルタミン酸がアンパ型グルタミン酸受容体に 結合することによりシナプス5細胞へナトリウムイオンが流入し、興奮性シナプス5電位と呼ばれる短時間の脱分極が起きる。この脱分極の強さは前期長期増強がシナプス5細胞で誘導されるか否かを決定する。一つの刺激では前期長期増強を誘導するのに十分な脱分極を起こせなくても高頻度の反復した刺激によって 興奮性シナプス5電位の時間的過重を起こすことで、前時的に強い脱分極を起こさせることができる。興奮性シナプス5電位の過重とは、前の興奮性シナプス5電位による脱分極が減少しきる前に、次の興奮性シナプス5電位が、シナプス5細胞に到着することにより、さらに強い脱分極を起こす現象である。ウムラがタグルタメン酸受容体依存性長期増強を、 示すシナプスでは、十分な脱分極により無駄型グルタミン酸、受容体が解放され、受容体にグルタミン酸が結合した際に、カルシウムの細胞内への流入が起きる。シナプス項膜にあるほとんどの無駄型グルタミン酸、受容体は、静止膜電位時にマグネシウムイオンによってブロックされ、シナプス後細胞へのカルシウムの流入が阻害されている。 高奮性シナプス後電位の過重による十分な脱分極により、無駄型グルタミン酸受容体がマグネシウムのブロックから解放され、カルシウムの流入が生じることとなる。細胞内カルシウム濃度の急激な上昇は、前期長期増強の誘導を仲介する酵素の短期間の活性化の引き金となる。中でも特に重要なのは、カルシウム、カルモジュリーニ依ゾン性プロテインキナーゼ2や、 プロテインキナーゼ C などのいくつかのプロテインキナーゼである。それ以外の酵素として、プロテインキナーゼ A や分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼも前期長期増強の誘導に寄与している。維持前期長期増強の誘導の結果、カムキーと PKC の一時的な活性化が起きる。前期長期増強の維持ではそれらの酵素の持続的な活性化が行われる。この段階では、 カルシウム非存ゾのプロテインキナーゼームゼータが自律的に活性化する。その結果、前期長期増強の発現に必要なリン酸化が起きる。発言ン酸化とは、小さいリン酸元が他の分子に結合することで、その分子の活性を変化させる化学反応である。自律的に活性化したカムキートッピー形式によるリン酸化によって、 前期長期増強の発言の二つの主要な機構が実行される。はじめに、最も重要なプロセスとして、この二つの酵素によるアンパがアタグルタミン酸受容体のリン酸化による活動の上昇が起きる。次に、この二つの酵素による中介または調節により、アンパがアタグルタミン酸受容体のシナプス項膜への挿入が起きる。重要なことに、 前期長期増強におけるアンパガタグルタミン酸受容体のシナプスへの輸送は、タンパク質性合成非依存性である。この現象は、シナプス項膜付近にある症法に蓄えられたアンパ、ガタグルタミン酸によって起きる。前期長期増強を引き起こすのに、適切な刺激が到着した際に、症法にあるアンパガタグルタミン酸受容体は、プロテインキナーゼの影響を受けて即座に、 シナプス項膜に輸送される。前述した通り、アンパガタグルタミン酸受容体は、脳の中にある、最も豊富なグルタミン酸受容体であり、大部分の興奮性活動を仲介している。アンパガタグルタミン酸受容体の活動性や、膜上の数を増加させることにより、次に来る興奮性刺激は、シナプス5細胞において強い応答を引き起こす。上で示したモデルは、 前期長期増強の誘導、維持、発言のシナプス項膜における変化を述べたものであるが、シナプス全膜でも、発言の段階において変化が起こっている。シナプス前細胞における反応の仮説として、前期長期増強の際のカムキーの持続的な活性化によって講述する逆光性メッセンジャーの生合成が起きるというものがある。この仮説によると、 新しく合成されたメッセンジャーがシナプス5細胞からシナプス前細胞へとシナプス間劇を横断して次の刺激に対するシナプス前細胞の応答性を上げるいくつかの反応を引き起こす。この反応は神経伝達物質小胞体の数や神経伝達物質の放出確率の増加などであると考えられる。逆光性メッセンジャーは前期長期増強に加えて 後期長期増強の発言でも役割を担っていると考えられている。前期長期増強と後期長期増強は細胞外シグナル制御機能ーゼを通じて繋がっている。前期長期増強の延長上に後期長期増強が存在する。タンパク質性合成非依存的な前期長期増強とは違い、後期長期増強はシナプス後細胞における 遺伝子の転写とタンパク質性合成を必要とする。後期長期増強には、タンパク質性合成に依存する段階と、遺伝子の転写とタンパク質性合成の両方に依存する段階の二つの段階が存在する。これらの段階を、それぞれ LTP2 と LTP3 と呼び、前期長期増強を LTP1 と呼ぶことがある。誘導前期長期増強の際のマップックなどの、 プロテインキナーゼの持続的な活性化によって引き起こされた遺伝子発現やタンパク質成合性の変化によって高期長期増強は誘導される。実際、マプック、特にその回ファミリーである a r クは前期長期増強と後期長期増強をつなぐ分子であるとされている。これはカムキーや PKC を含む 多くの前期長期増強の信号伝達の流れが細胞外シグナル制御機能へと収束しているためである。最近の研究によって後期長期増強の誘導はキャンプ応答配列結合タンパク質の強力な転写協約因子である CRTC1 へと収束する分子的な現象であるプコの活性化とカルシウムの流入が同時に起きることに依存することが示されている。 この二つの現象が同時に起きることが必要とされることは、長期増強、ひいては学習が持つ連合性という性質の完璧な説明となる。維持神経細胞が活動した際、細胞外シグナル制御機能アゼは、多数の細胞質分子と核内分子をリン酸化し、最終的に高期長期増強において観察される、タンパク質整合性と細胞の形態的変化を引き起こす。 このような細胞質分子と核内分子にはクレブのような転写因子がある。細胞がシグナル制御キナーゼを介して起きる転写因子の活性の変化は後期長期増強の維持に関わるタンパク質の生合成の引き金となる。このようなタンパク質の例として p k m ゼータと呼ばれる長期増強の誘導の後に生合成が増加し持続的に活性化するキナーゼがある。 p k m タは PKC の特殊なアイソフォームで調節ユニットを失っているために構成的活性化が起きたままになっている。長期増強を仲介する他のキナーゼと違い、p k m ゼータは長期増強の誘導から、初めの30分は活性がなく、長期増強の後半の段階である、長期増強の維持に必要なキナーゼである。したがって、 p k m ゼータは記憶の持続に重要であり、長期記憶の維持に重要であると見られている。実際、ラットのウ,ミウマに p k m ゼータ阻害剤を導入することにより、短期記憶を阻害することなく、逆光性健忘を起こさせることができる。p k m ゼータは、最近、高気長期増強の発現に関わるシナプス足場タンパク質の輸送の指令や再編成によって、 高奇長期増強に関わっていることが示されている。発言 p k m ゼータの他に数種類のタンパク質が高奇長期増強の際に構成されていることが知られている。これらはその種類に関係なく、高奇長期増強における樹状突起棘の数や表面積、シナプス後細胞の神経伝達物質に対する応答性などの増加に寄与していると考えられている。 このうちの神経伝達物質に対する応答性の増加は、高期長期増強の際の安波がダブルタミン酸、受容体の生合成の増加による面がある。高期長期増強は、シナプス前細胞におけるシナプトタグミンの生合成と、シナプス症法の数の増加とも関連付けられることから、高期長期増強によって、シナプス後細胞だけではなく、シナプス前細胞でもタンパク質の生合成が、 誘導されることが示唆される。前述の通り、シナプス5細胞における長期増強の誘導により、シナプス前細胞でタンパク質の生合成が起きるためには、シナプス5細胞からシナプス前細胞への信号伝達が必要である。この信号伝達は口述する逆光性メッセンジャーの生合成によるものであると考えられている。シナプス5細胞における反応に限っても、 高奇長期造強を行うタンパク質の生合成が起きる場所は特定されていない。特にタンパク質の生合成が起きるのが細胞体か樹状突起かも定かではない。1960年代に樹状突起においてリボソームが発見されたにもかかわらず神経細胞におけるタンパク質の生合成が主に行われるのは細胞体であるという考えが優勢であった。 1980年代に細胞体との結合が絶たれた樹状突起でもタンパク質の生合成が起きることが示されるまではこの考えに挑む者はいなかった。より最近になってこの種の局所的なタンパク質の生合成がある種の長期増強に必要であることが示されている。局所的なタンパク質の生合成による長期増強の仮説が有力になりつつある理由として 長期増強における入力特異性の機構を説明できる点がある。もし実際に後期長期増強に局所的なタンパク質の生合成が関わっているとすれば長期増強を誘導するような刺激を受けた樹状突起とゲノミで長期増強が起き隣接するシナプスに長期増強が伝播することはない。一方、細胞体における広範囲のタンパク質の生合成では 長期増強を誘導するような刺激を受け取っていないシナプスを含めた細胞の隅々までタンパク質を輸送することが必要になる。局所的なタンパク質の生合成による長期増強の仮説は入力得意性のメカニズムを説明できる一方で広範囲のタンパク質の生合成による仮説は文が悪いようにも見える。しかし、口述するシナプティックタギング仮説により 広範囲のタンパク質の生合成でもシナプス特異性とさらに連合性が説明できる。逆光性、シグナリングとはシナプス後細胞で誘導、発現した長期増強がシナプス前細胞でも発現することを説明しようとする仮説である。この仮説の名前は通常のシナプス伝達はシナプス前細胞からシナプス後細胞へと一方向的に伝わることから付けられた。 シナプス5細胞で長期増強が誘導され、シナプス前細胞でも長期増強が発現するには、何らかの信号がシナプス5細胞からシナプス前細胞へと逆行しなくてはならない。その信号により、シナプス前細胞における反応の連鎖が開始され、神経伝達物質の放出確率の増加などのシナプス前細胞における長期増強の発現が起きると考えられる。 長期増強の発言におけるシナプス前細胞の寄与を認めない研究者などにとって逆光性、シグナリングは論争の対象となっている。仮説の支持者の間でさえも逆光性メッセンジャー種類については論争が存在する。初期の考えでは一酸化窒素に焦点が集まっていたが、最近の研究により細胞接着タンパクが重要であると見られている。 局所的なタンパク質の生合成の仮説が十分な指示を得る以前は長期増強に関わるタンパク質の生合成は細胞体で起きていると一般的に考えられてきた。さらにこの生合成によって作られたタンパク質は細胞全体へと非特異的に運ばれると考えられていた。したがって長期増強の持つ入力特異性と矛盾すること、 なくどのようにして細胞体でタンパク質が生合成されるのかを説明する仮説が必要とされた。シナプティックタギングは細胞体で合成されたタンパク質が長期増強を誘導する刺激を受け取ったシナプスにのみ輸送されることを可能にする仮説である。シナプティックタギング仮説によると長期増強を誘導するような刺激を受け取ったシナプスでシナプティックタグが合成され、 細胞全体に輸送されたシナプス化素性に関わるタンパク質をこのタグが補足する。ジャンボアメフラシと呼ばれるウミウシの長期増強に関する研究からシナプティックタギングが長期増強の入力得意性のメカニズムであることが示唆されている。例えば、二つの遠く離れたシナプスがあるとする。長期増強を誘導する刺激を一つのシナプスに 行うといくつかの信号の連鎖が起き、細胞の核で遺伝子の発現が開始される。この時に刺激を受けたシナプスでは短時間で分解されるシナプティックタグが局所的に合成される。遺伝子発現によって作られたタンパク質は細胞全体に輸送されるが、シナプティックタグが発現したシナプスでのみ補足される。したがって、 長期増強を誘導する刺激を受け取ったシナプスのみが増強され、長期増強の入力と区位性が生まれる。シナプティックタギング仮説は、長期増強の持つ連合性と共同性も説明できる。連合性は、長期増強を誘導するに、十分な刺激が一つのシナプスで起きているときに、他のもう一つのシナプスが弱く刺激されたときに起きる。 前者の強く刺激されたシナプスでのみ、長期増強が起きると一見考えられるが、実際には両方のシナプスで長期増強が起きる。弱い刺激では、細胞体におけるタンパク質の生合成を引き起こすことは不可能だが、シナプティックタグの生合成を引き起こす。同時に強い刺激を他のシナプスに行うことにより、細胞体でタンパク質の生合成が起き、 シナプス可塑性に関わるタンパク質が細胞全体に輸送される。両方のシナプスでシナプティックタグが発現しているので、両方のシナプスでタンパク質が補足される。その結果、強く刺激されたシナプスと弱く刺激されたシナプスの両方で長期増強が起きる。共同性は2つのシナプスが、それぞれのみでは長期増強を引き起こすのに不十分なほど弱く、 刺激された時に見られる。弱い刺激が同時に起きることで両方のシナプスで長期増強が共同的に起きる。シナプティックタギング仮説は複数の弱い刺激がどのようにして長期増強を誘導するのに十分な刺激になるのかを説明はしない。むしろシナプティックタギングはそれぞれのみでは長期増強を引き起こすのに不十分なシナプスに対してどのようにして タンパク質の生合成の産物を輸送するのかを説明する。前述の連合性と同様に、この輸送は弱い刺激によって発現したシナプティックタグによって行われる。前述の通り、長期増強に関わる分子はメディエーターと調節因子に分けられる。長期増強のメディエーターは無駄がダグルタミン酸、受容体やカルシウムのような、その分子の存在や活性がほとんどすべての、 条件において、長期増強に必要な分子のことである。一方、調節因子は、長期増強に影響を与えるが、長期増強の発生や変化には必要ではない分子である。上で示した、シグナリング経路に加えて、海馬の長期増強は、多くの調節因子の影響を受ける。例えば、 ステロイドホルモンのエストラジオールは、クレブのリン酸化とそれに続く樹状突起とゲの成長を引き起こすことで、長期増強を強化する。加えて、ベータアドレナリン受容体のアゴニストである、ノルアドレナリンなどは、タンパク質性合成依存である、長期増強の後半段階を変化させる。また、一酸化窒素合成酵素の活性化は、グアニルシクラーゼと、 プロテインキナーゼ G を活性化する。同様に、ドーパミン受容体の活性化は、キャンプ・プコシグナリング経路を通して、長期増強を強化する。細胞培養化における、シナプスの長期増強は記憶と学習の基盤を、説明できると一見思われるかもしれない。しかし、長期増強の行動学的学習に対する寄与に、インビトロの研究結果を単純に適用することは、できない。 このことから動物の記憶と学習に長期増強が必要であることを示すために多くの研究が行われている。モリスの水迷路課題は無カ型グルタミン酸受容体が空間記憶の形成に必要であることを証明するために使われた。1986年にリチャード・ジー・モリスは長期増強が記憶の形成に実際に必要であることをインビボで示した。 モリスは空間記憶における役割が確立している脳構造である海ウ馬ウを薬理学的に操作したラットの空間記憶能力を試験した。ラットはモリスの水迷路課題と呼ばれる濁った水槽の中を水中に隠されたプラットフォームに向かって泳がせる空間記憶課題で事前に訓練してあった。訓練の際に通常のラットは 水中に隠されたプラットフォームの位置と水槽の壁の特定の位置にある目印とを関連づける。事前の訓練の後、ラットの1グループには無駄がダブルタミン酸、受容体ブロッカーであるアフをウミウマに投与し、もう一方のグループは対象群とした。そしてその後に両方のグループでもう一度モリスの水迷路課題を行った。対象群のラットは、 プラットフォームの位置を覚えブールから上がったが、アフを投与されたラットでは、課題の成績が優位に低下していた。加えて、両方のグループのウミウマの切片を比較したところ、対象群のラットの海馬切片では、容易に、長期増強が誘導されたのに対して、アフを投与されたラットの海馬切片では、誘導することができなかった。この結果ワンムダガタグルタミン酸受容体、さらには、 長期増強が少なくともある種の記憶と学習に必要であることを示した初期の研究である。同様に、利根川進は1996年に生体のマウスにおける空間記憶にウミウマの CAH と呼ばれる領域が必要不可欠なことを示した。この領域にある場所細胞と呼ばれる細胞はマウスがある空間における特定の場所に来た時にのみ、 選択的に発火する。この場所需要矢はその空間全体に分布していて、場所細胞のグループで、会場内に地図を作っていると解釈されている。この地図の正確性は、マウスの空間の学習能力を決定している。トネ川は、CA1 領域の無ムダガタグルタミン酸需要体の NR1 サブユニットを遺伝子的に除去することにより、受容体を特異的に阻害することで、 場所細胞の反応選択性が対象群より低下することを示した。予想通り、このマウスは対象群に比べて空間記憶課題の成績が低下しており、長期増強の空間記憶における役割を支持する結果となった。会話の無駄がタグルタミン酸受容体の活性を強化することで長期増強を強化し、空間記憶を向上させることができる。2001年に ジョーゼットチェンは会話の無駄がタグルタミン酸受容体の NR2 バイトサブユニットを過剰発現させることで受容体の機能を強化したマウスを作り出した。その結果できた賢いマウスはドラマの天才少年ドギー、ハウザーの主人公、ドギーハウザーにちなんでドギーマウスというニックネームが付けられた。このマウスは強化された長期増強と優れた空間記憶能力を持ち、 海外存性の記憶における長期増強の重要性をさらに証明した。2006年にジョナサン・ウィットロックらは長期増強が行動学的記憶に関わっていることを示す新たな実験を報告した。民室と暗室の二つの部屋のある小屋にラットを入れ、暗室にラットが入ると足元に弱い電気刺激が流れることを 学習させる、抑制性回避学習課題が実験では用いられた。その結果、会話の CA1 のシナプスにおいて、抑制性回避課題により、インビトロの長期増強で起きるのと、同様なアンパがタたぐるタミン酸受容体のリン酸化が、インビボでも起きていることが示された。加えて、課題の間に増強されたシナプスは、実験操作によって、 さらに長期増強を起こすことができないことも示された。この論文に対して、ティモシー・ブリスラは、長期増強が記憶の神経基盤であることを示すための新たな一歩であると述べている。アルツハイマー型認知症におけるアミロイド、セングタ,タンパク質の間違った処理が、長期増強を阻害し、この病気における初期の認知機能の低下を引き起こすと考えられている。長期増強は、 著しい認知機能の低下と認知症を引き起こす神経変性疾患であるアルツハイマー型認知症を研究する人々の間で注目を集めている。この変性の多くは海馬と他の側頭用内側部で起きる。海馬は長期増強における役割が確立しているので、アルツハイマー型認知症における認知機能の低下は長期増強の障害によるものであると示唆するものもいる。 2003年の創設論文において、ロワンらは、長期増強が、どのようにして、アルツハイマー型認知症に影響を及ぼすかに関する、モデルを提唱した。アルツハイマー型認知症の原因の少なくとも一部は、アミロイド線具体タンパク質の異常な処理によるもので、あると考えられている。その結果、このタンパク質の断片であるアミロイドベータの蓄積が、起きる。 アミロイド β には可用型と繊維型が存在する。ローアンの説によれば、アミロイド潜具体タンパク質の間違った処理により、可用型アミロイド β の蓄積が起き、海馬の長期増強が阻害されることで、アルツハイマー型認知症の認知機能の低下が引き起こされるとされている。アミロイド β とは異なった原因でも、アルツハイマー型認知症により長期増強が阻害される。 例えば、アルツハイマー型認知症のマーカーである、神経源泉変化において、p k m ゼータの蓄積が起きている。この p k m ゼータは、後期長期増強の維持に決定的に重要な、酵素である。依存性薬物の研究においても、長期増強に注目が集まっている。これは、薬物依存症において、記憶や学習が強く形成されているという仮説がある、ためである。 依存症は複雑な神経行動学的現象であり、腹側皮蓋野や側座核などの多くの脳部位が関わっている。腹側皮蓋野と側座核のシナプスで長期増強が起きることが示されており、この長期増強が依存症特有の行動を引き起こしていると考えられる。ありがとうございます。